羊毛を使ってかわいいこちらの桜餅マカロンと3色団子のマスコットを作っていきましょう。こちらの針は羊毛フェルト専用のニードル針という針で、先の方がギザギザになっています。そのギザギザの部分を羊毛に絡めて固めていくことでマスコットを作ることができます。先がとても尖っていますのでお気をつけください。それではベースに少し刺してみましょう。刺した部分が少しずつ固まりへこんでいっているのがわかると思います。ニードル針の使い方に慣れたら桜餅色の羊毛を広げベースにくっつけていきましょう。このような感じに粗く固定してから一つずつの花びらのところを貼りながら羊毛をつけています。こちらの動画は動画レッスン羊毛フェルトキットのダイジェスト版になっています。桜餅マカロンと3色団子の材料、詳しい作り方の動画、可愛く飾っていただくための小物などをセットしてキット販売しています。よろしければ概要欄をご覧いただきご利用ください。桜餅のマカロンが完成しました。3色団子を作っていきましょう。丸いベースにそれぞれの色を巻きつけてお団子を作っています。くるくると手で巻くことで羊毛をくっつけることができます。他の色も作っていきましょう。かわいいお団子ができました。桜餅マカロンと一緒に並べて飾っていきましょう。こんな感じに飾ってみました。キットに入っているお菓子の敷紙と黒文字と一緒に飾るとこんなに可愛くなります。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。完成です。